せーの、ランガールズランドランガチャンネル。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。せーの、位置についてよーいどん。私たちランガールズランドでーす。じゃあ自己紹介していきますか。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。森島優香です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さんこんにちは。こんにち は。ありがとうございます。林ここです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さんごきげんよう。ごきげんよう。ありがとうございます。厚木ななみです。よろしくお願いします。ランガールズランのランガチャンネル第1回スタートです。イエーイ。なんかイエーイ、イエーイ。これすっごいさっきからイエーイイエーイ。嬉しくてしょうがない。嬉しくてね、もう3人だと思えない。テンション上がりまくっちゃってる。あ、あ、そういえばカウントダウンがない。やったー。え、今回はない感じですか。ないんじゃない。ないんですか。あー、首をかしげている。まあでもひとまずね、ひとまずないっていうね。そう、100日後にうんぬんするうんぬんじゃないですか。ね、よくあの頃はもう最初からありましたからね。そうなんだよね、1年っていうね。あら、だんだん主張も激しくなってきたしね。そうだね。ペンメッとかもついたりして、こんな安心して始められるんだって思った。確かに社会放送なのにね。穏やかだな。いっぱいやろうね。いっぱいやろう。もう楽しい。イエーイ。今日からね始まった番組なんですけれども、はい、なんと本当にたくさんのメールが届いておりまして、うん、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そんな中からもうまあちょっと目を通しつつ選んだのがあるので、はい、うん、早速じゃあ読んでいきますか。はい、え、ちょっとみんな自慢していい。見て、メールこれで読んでくんですって。てれってれー。やうれしい。あ、なんだっけ、てれれてれれね、それ分かんないの私。そうなんだよ。それみんなこれ分かります、何の音ですか。テレレレテレレ。え、何、なんかの音だよねこれ。え、これコメント来てるよねみんな。え、テテレレテテテレレテテとか。だからそれはないですか。ドラえもんって来てる。ドラえもんって来てる。ほら、ドラえもんだよね。本当に。ほら、ほら、え、だからテテレテテテテレテテテはあれだよ、あの、のび太くんのーってなっちゃうから。タイトルってことでしょ、それ。タイトルつまりタイトルみたいな、ね、タイトルかな。そうか、ドラえもんや。ドラえもんだよね。そうか、ちょっと脱線した、脱線したの。ちょっとメール読むんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。メールを読みましょう。メールいきますよ。はい、はい、ランナーネームリンクさんからいただきました。ありがとうございます。はやまる、もっち、あっちゃん、新番組開始。大丈夫大丈夫、え、大丈夫大丈夫、緊張する、大丈夫、落ち着いて落ち着いて。新番組おめでとうございます。ありがとうございます。3、4最後の放送部でモッチーが盛大な匂わせをしてからこの日を今かと待ちわびていました。あー、そうですか。またこうして3人の定期配信があると思うと毎日を頑張ろうと思います。どうか末永く素敵な番組になりますように。 PS、番組開始を祝して知り合いとお花を送らせていただきました。こちらだ。喜んでいただけますと幸いですといただきます。見てください。ありがとうございます。目に入りますかね、メンバーカラーで。そうなんです。しかもこれハートになってるのかな。はい、あれ、ハートになってる。ハートになってる。おや、なんか決意いない。決意いるよね。なんかこれはこれ、これおそらく、うん、ここあ、ちょっとお散歩しちゃったのかな。なるほど、お散歩しちゃってますが、これこんな可愛いやつになっております。ありがとうございます。え、これは送ってくれたのは、はい、カイさんと、うん、夏美久さんとリンクさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ランボーイズが送ってくれたんですね。ランボーイズ、ランボーイズってランボーみたいじゃないの。ランボーイズザローみたいな、ザローみたいな。そうなっちゃうから、
ちゃうから。そうなっちゃう。ちょっと水飲んでる。喉カラカラなんでしょ。喉カラカラ。喋りすぎだよ。飛ばしてるからね。飛ばしてね、大きいからね。はい、じゃあご紹介していきます。はい、ランナーネーム、まきりこさんからいただきました。ありがとうございます。ランガールズランの皆さん、こんばんは。こんばんは。新番組配信おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。去年までの3人4脚は無料パートしか見てこなかったのですが、この番組は第1回から見ていこうと思い、早速チャンネル登録してきました。優秀すぎる。素晴らしいでございます。ありがとうございます。ランガールズランの皆さんとこれからも一緒に楽しい時間を過ごしていきたいと思います、といただきました。わー、嬉しい。ありがとうございます。仲間入りだ、うん、そうだ、ランナーの第一歩ですね、きっと。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。また頑張れますね、なんかもう、ね、もう 3,4 でこう一緒に仲間になってきて、うん、みんなと一緒にまた新たなメンバーを加えてみたいな感覚ない、ね、そうね、チームになってる感じがあるんです。今日から一緒にね、ゴールテープを切ってくださってる方もいらっしゃるかと思うので、はい、はい、ゴールテープ、ゴールテープ、ゴールテープ、スタートダッシュをね、スタートダッシュ、スタートダッシュを切ってるんですね。そうそうです。今クラウチングスタートからみんな立ち上がったぐらいだから、ね、それでした、立ち上がったぐらいですからね。走ってこいなで、走っていきましょう。はい、お願いします。ございます。じゃあもう一つご紹介しますか。あ、はい、いきますね、うん、ランナーネーム、うん、あ、起きる魚さん、お、ありがとうございます。皆さん、こんばんは。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 魚かな。魚です。そして番組開始おめでとうございます。ありがとうございます。3人の番組がまた始まるのを待っていましたが、うん、今回の番組タイトルは初心に帰った感じのシンプルさを感じますね、うん、ね、ね、この番組でどんな3人の魅力が見られるか楽しみにしています、うん、ただやっぱり一つ気になることがあります。なんだなんだ。今回の番組はあと何日で終わるのでしょう。え、心配されてる。前みたいに宣告されてない。本当ですか。大丈夫ですか。不安です。いただきました。めっちゃ心配されてる、ね、心配されてる。めっちゃ不安してくださってる。俺不安してくださってる。 ありがとう。家で不安になってるかな。ありがとうございます。でも確かに、山陽を慣れてる人だとね、うん、確かにね、山陽で慣れてくださってる方だと、うん、おやおやって思うかもしれないんですけど、そうだよ、ね、でも今回は待って、コメントでさ、ディレクター、てんてんてんてきて、何出さないだけで、え、まさか急にさ、3日前とかで出てきたりする。 あと3日で終わるから。いや、すげえ。そんなの、やだ。なんかだって、3日前で書かれたら、あ、打ち切りかなみたいな。やめてくれよ、やめてくれよ。現実的やから。いやだ、ね、でもなんか、逆に私はもうそんくらいでいいかも、なんか、あ、え、ほんと、前から知らされてるとさ、なんかそこに向かって頑張っちゃうね。あ、でも確かに終わりの感情を出しちゃうかも。そうなの、確かに。あとその回の終わりですね、みたいな感じになっちゃうな。いやじゃん、毎回カウントダウンだもんね。そう、毎回さ、もう、え、それ前の番組のこと。ではでは、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。ではここで番組説明です。はい、前編放送は一般参加できますが、中編から後編はランナーさん限定放送となっております。うん、中編以降の参加費は、はい、今回もここまる価格の550円です。よかった、安心した。安心。私たちランガールズランを応援してくださっている方々をランナーさんと呼んでいます。はい、ぜひこの機会にね、皆さんランナーさんたくさん増えたらいいなと思っております。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、後編放送は私たち3人の努力次第で放送時間が変わる恐ろしい企画です。これのこと。あー、うわー、そういうことか。いやだから私が法の壁までギリギリまでたどり着けるのかっていう話ですね。攻めてこ、攻めてこ、攻めましょう、頑張ります。
よろしくお願いします。皆さん応援、はい、そしてね、感想はですね、ハッシュタグ、シャープランガちゃんをつけて投稿してください。ランガちゃん、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 ランガちゃんです。これ上に出てます。え、これね、あのひらがなでこうなってますので、うん、ちょっと可愛いね、なんかね、ランガちゃんいいね、言いたくなるね、言ってほしい、ぜひこれたくさんつけてつぶやいてください。もうやってくださってる方もいるのかな、うんうん、ぜひぜひこのままどんどん投稿してください。はい、はい、そして前半のみは、ランガールズランの YouTube チャンネルからも、配信する予定なんですけれども、うん、今回は、YouTube の生配信はなしとなります。はい、後ほどね、アーカイブ上がりますので、そちらで、また繰り返し見たいなっていう方は見てください。よろしくお願いします。はい、この番組では今リアルタイムにメールを募集して後ほど紹介するサイマルメールを行っていきたいと思います。すごいね、新しい試みですね。いいですね。ペーパーレスってけん、あの環境に優しいだけじゃないんだなと思って、こんなこともできちゃいます。技術の進歩って本当に、ね、ドラえもんありがとう。あーなんか2人もいる。タブレットありそう。ありそうだ。ありそう。でも21世紀ってタブレットってドラえもんってなっちゃう。確かにね。やめやめ。確かに。ドラえもん過去に帰れたりするから、彼はもう、もうタブレットを凌駕しちゃってるからね。確かに。特殊なタブレットでしたね。はい。サイマルメールなんですけれども、はい、今日のテーマは、今日の1月19日が NHK ののど自慢大会が始まった日ということで、カラオケで必ず歌う曲とその理由で募集していきたいと思います。あ、なるほど、いいですね。メールの件名はサイマルメールで送ってください。はい、アドレスは rgr@wakteka.live です。メールが来ないとね、あのチャンネル潰れるかもしれないって書いてあるので怖っ、だいぶ怖い、だいぶ怖い、すごいこと書いてありました。びっくりした、びっくりした。ちょっとあの、もしかしたらこういうところにかかってるかもしれないです。期限はないけどね。そうですね。はい、はい、皆さんぜひメールの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではコーナー行ってみましょう。はい、ランガールズトーク。テレレレテレレ。てってれてってって、あ、それでなんか長いぐらいあるのこれ違う、はい、というわけで、はい、こちらのコーナーですが、私たち3人の、まあ、ガールズによる、セキュラートークのお時間です。はい、はい、まあ、みんなこういう女の子たちのトーク聞きたいんでしょ。もうこういうのが聞きたいんだろ。気になっちゃうの、気になっちゃってんだろ、みんな。しょうがない、じゃあ話しちゃいますか。はい、今回は年末年始の過ごし方の中で実現できたことと実現できなかったこと、それぞれお話ししていきたいと思います。なるほど、なるほど。なんだろう、なんだろう、あります、まあ、今年はね、今年はね、特殊だったもんね、うん、そうね、特殊だった。なかなかご時世的にもみたいなところあるんですけど、なんだろう、私は、うんうん、31までお仕事だったんですよ。いやー、そうでしたね、早まっちゃう、ギリギリまで、うん、そうだから、うん、31までお仕事できたなっていうのと、うん、結構そう、その後はゆっくりできたんですよ、3ヶ月とか、うん、なので、うん、できたことは、うん、あの仕事もできたし、うん、ゴロゴロもできた。素晴らしい。ゴロゴロできた。なんかお年玉もらったみたいなこと聞かれてるけど、どうなの。お年玉はね、でもね、今年ありがたいことにいただいたんですよ、うん、あらー、いやー、羨ましい。もうなんかいいのにって言っちゃったもん、なんかそう、え、めっちゃいいのにみたいな。大人だな。いや、ありがとうって思った。いや、素晴らしいですね。なんだろう、できなかったことは、うん、外に出られなかったかな。まあ、それはあるね。なんかやっぱちょっと買い物行くのとかためらったもんね。うんうんうん、うん、だっていつもだったらさ、なんか福袋だっけ、うん、なんか詰め合わせみたいな、うん、あ、合ってるよ、合ってるよ、合ってるよ、福袋が分からなくなる。初めてセールとかさ、あるけど、まあ、行ってないもんね。行ってない。さすがにね、自粛しちゃうね、今年はね。そうね。他二人どうですか。私はね、
割といつも通りっちゃいつも通りだったけど、うん、毎年ね正月だから今年もね結局引きこもって寝てたんですけど、うんうん、まあ、それでこそ正月みたいな。そうですよね、正月くらい寝ないとね、うん、でも年末に割とね年越しで、うん、なぜか人生ゲームをやるんです家族で、うん、楽しそう。そうな4人とかになるってこと。あ、そう、家族で。おー、いいね。なんか夜のほんと23時ぐらいから人生ゲームを始めるんだけど、うん、私はね家族みんなで集まるっていうのがやっぱりできなかったからね。そう、あのね、うん、できなかったんだよね。あー、それができなかった、ね、そう、うん、寂しいね、寂しいね。意外と私、うん、負けず嫌いで、あ、なんかそれはね、わかる。それはね、わかる。ただの家族の人生ゲームでもめっちゃね、もう真剣に回すな、ルーレット。めっちゃ面白いんだけど、真剣に回すなっちゃんを想像したら超面白い。楽しくなってよ。さすがに、大人になったから家族もね、一緒になんか真剣にやってくれるようになったんだけど、ちっちゃい頃めっちゃ忖度されてて。あるよね。私もある。よくある。私がすごい負けず嫌いでいじけちゃうから、負けると。私を一番最初にいかにして上がらせるかっていうのが大変だったっていうのを今年やらないことによって親に暴露されて地味に傷つきました。かわいい。きっかけ、そんだけされてたから。そういうの言わないでほしいよね。そうなんよ、言わないでほしいよね。嬉しいけどね、家族の優しさがあったんだけど、うん、そうね、うん、そう、忖度されていました。楽しかったな。安定にお餅をいっぱい食べました。いい、ね、あ、いいですね。結構食べるタイプ、うん、お餅大好き。お餅的にお餅は食べます。お餅は、うん、気持ち食べる、気持ち食べる感じなんで。気持ち入れてきて、いやいやいや、どん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 重ねてくる。食べる。でもなんかそれよりも私、あの年越しそば、うん、食べるタイプ。食べた。うわ、あ、何、年越しそばって。あ、関係です。待って待って、31日にそば食べたら OK？31? うん、え、大丈夫だよ。あ、大丈夫。あ、全然。あ、じゃあ食べるかも。全然大丈夫。夜中に食べるやつじゃないよね。あ、夜中にも食べるけど。夜中食べる。あ、夜中食べる。夜中は食べない、うん、あ、そうなの。え、どこで食べるの。昼とか。へー。あ、でもまあまあいいんじゃない。まあね、なんか夜中にご飯食べたらさ、良くないじゃん、やっぱ。あー、夜食みたいな。夜食嫌だから、うん、ちょっと昼に食べたりする。あー、えらい。私さ、なんか毎年絶対食べるんだけど、うん、なんでかわかんないけど今回はいいわってなったの。え？なんか気分じゃなかったの。もうほんと1週間前ぐらいから今年は年越しそばいいわみたいな、なってて、で、まああの女王食べるって家族になった時も、うん、あ、いや今日は全然いいみたいななってて、うんうん、だけどなんか年越しのさテレビ番組とかやってるじゃん、はいはい、でなんかもう年越す6分前ぐらいに、うん、え、年越しそばってなんで食べるんだろうみたいな。何そのキャラみたいな。ステースモリシマになってる。ステースモリシマ。であれなんでと思ってググったら、もうめっちゃ大事、なんか、うん、その1年あった嫌なことを切るためみたいな、うんうん、そうだよね。そう、なんかそばはこう切れやすいから、うん、もうそれにかけてなんか縁を切って年越すみたいな、うん、やばいやばいやばいってなってもうさ、あと5分で年越すの、うん、だけどもう麺はあったから、うん、わー湯がいて、うん、うわー食べて年越した、うん、だからよかったね。これができたこと、年越しそう食べよかったね。ガチ年越しよかった。だからモッチー結構そういうの好きよね、うん、占いとかね、うん、そうな、なんかそういうの、なんかなんていうの、言い伝えとか、うん、そういうのが、うん、スピリチュアルとか、うん、わかんないけどなんかめっちゃそういうの好き。度胸愛嬌、京美人。京美人だからやっぱ京美人的にはね絶対関係ないでしょ。京美人絶対関係ない。いや、わかんない。でも京都ってそういうのにゆかりがありそうじゃない、うん、日本の文化とか、ね、確かに古を大事にみたいな、ね、神様のなんかパワーとかね、うん、とかかな、ね、できたこと、うん、できなかったことは、できなかったことは、うん、これまたびっくり、うん、なんかね、6時頃からってさ、もう年越すための番組めっちゃ始まるじゃん。もうね、もう確かにいろんなとこで始まるじゃん。確かに、テレビが映らなくなったの。こで、しかも壊れたとかじゃなくて、うん、なんかでマンションなんだけど、うん、マンション全部のアンテナがもうなんか壊れちゃって、どういうこと。だからそのマンションの人全員も見れませんみたいな。え、やばい。なんでそれは呪いなのでは。そう、でそれで特急事物、もうパパとママにちょっと言う、なんか持って帰ってきたんちゃうみたいな、やばいやばい、違う違うなってないけど、うん、でそれで結局見れた8時とかで、あ、でもよかったね、確かに。そうなの、ギリギリ、まあまあまあ盛り上がりあたりで、ね、ジルベスターのコンサートも間に合う時間だ、うん、よかったよかった。そうそう、だけどね、その結構6時、7時、8時ぐらいはね、テレビをねリアルタイムで見れなかったね。へー、なんかやっぱ紅白とかさ、うんうんうん、その時間に
しか出れない人っているじゃん、うん、なんか年齢とかで、うん、そういう人がいた時にちょっと切ないよね、うん、あ見たかったのにみたいな、見れないのよ、なんかね、なんで見れなかったかっていうと、うん、なんかアンテナのなんか強風、その日すごい強風だったの、はいはい、確かに雪すごかったもんね、だよね、なんか新幹線とかもすごい遅延みたいになってて、うんうん、はいはい、でその強風でアンテナなんかちょっとバグちゃって、うん、あれね、うん、アンテナってめちゃくちゃ向きが大事みたいな、そう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 、そうかそうか、それは残念だね、何回もできなかったですよね、思い思いに年越しです ね、 そうね、なんか喋ってなかったからね、こういうのね、そうね、そうだね、うん、今年全然まだこういう話してなかったね、しなかった、あれ3人の現場、うん、あったけど、そうあったけど、けどって感じ、入れ替わりとか、確かに入れ替わりあったね、そうそう、違いが多いね、よかったね、なんかみんなはどうなんですか、どうな、ちょっと待って、コメントちょっと、あ、タブレット下手くそ、そうだ、年越しタブレット下手くそ、ああどうですか、え、みんなはさ、年越す瞬間にあの、うん、飛んだりとかしました、え、ジャンプ派、ジャンプ派、ジャンプしたことある、私はもう自動派、あ、ね、自動派なんだ、うん、私はあのジルベスター の、 あの、うん、コンサート、あの今年はあの、あれだったのかな、うん、あ、今年何、え、今年何だったっけ、え、何何だったっけ、今年運命、運命か、今年運命だったかな、で、それを見ながら、うん、あの友達から LINE がこうバーってくるから、うん、それを返すっていう感じかな、うん、なるほどね、うん、現代っ子や時計見つめる、みんな楽しそう、なんか熱盛りのカウントダウン、え、すごい、うちの母やってた、お母さんかわいい、熱盛りもカウントダウン始まったわって、そうそうしてたな、熱盛り結構凝ってたもんね、熱盛り、スイッチをね、家に忘れちゃったんだよ、あ、そうか、実家に持って帰るとかだもんね、忘れてしまって、 いいね、みんな楽しそう、うん、思い思い、あ、勉強してた、受験生は確かに、あ、そうだよね、あ、そうだよね、正月ないって言いますもんね、共通テストをお疲れ様でした、皆さん、本当に、大変な時期だけど、そうだよ、だってこう大変な時期だしさ、うちらの代からいろいろ変わりましたからね、うん、そうだね、センター試験の時代だよ私、いやそうだよ、てかあの、うん、私らの1年前はそうだからじゃあギリギリセーフ、ギリギリセーフ、ギリギリセーフです、まだね、ほんとびっくり、未知数だったと思うけど、何のみんな、バイトしてました、お疲れだ、それは、いやー本当にありがとうございますだよね、そういう時にさ、バイトしてくれてる人本当ありがとうだ、あ、年越しジャンプの仲間がいた、うそ、ありがとう、いるもんね、みんな飛ぶね、うん、1回ぐらいよね、寝てた、偉い、はぁ、うんうん、なるほどね、みんな思い思いのお正月があったね、推しの名前叫んでました最高すぎる、どういうこと、どういうこと、森島違う、林かもしれないよ、どういう心境なんだろうね、どういう心境なんだろう、年越し叫ばなきゃみたいな感じ、うん、だからやっぱ来年も、来年もよろしくねみたいな、あ、でもいいね、嬉しいね、まあ、ね、嬉しいし、ちょっとやりたくなった、やりたくなった、ね、本当に本当かよ、なんかいつかさ、年越しとか早丸もさ、法の壁がなくなったら、なんかそういう配信したくない、確かに、え、私4月からなくなりますよ、楽しみ、これはやりましょう、ちょっとでもさっき早丸もう眠いとか言ってたけど大丈夫ですかその辺大丈夫ですか、やめてよ、今日ちょっと早かったな、さっき早かったな、あ、それマジって言ってる、そう、あ、あ、そろそろ、はい、もういろいろ話してね、いろいろ話してきましたが、はい、早いことに前半放送も終了のお時間がやってまいりました、あっという間だね、いろいろ話せましたね、うん、はい、楽しかった、ではこのチャンネルでは、メールを募集しています、ちょっと待って、関西弁ちょっと混ざってきちゃったんだけどちょっと帰った記憶が蘇ってきた記憶タイムスリップしちゃって戻ってきちゃう、はい、メールを募集しています、ですね、トークテーマ、ふつおた、企画案と、懸命に明記の上、アドレスはですね rgr@wakuteka.live までお送りください、はい、お待ちしております、お待ちしてます、はい、そして最新情報は番組公式ツイッターでお知らせしますのでチェックしてください、番組ハッシュタグは、はい、さっきも出てきました、シャープのランガちゃんです、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、そしてこの後は間もなくランナーさん限定放送となります、うん、はい、中編以降はですね、うん、今後の作戦会議を少しと、あとまあ私たちといえばね、うん、ボードゲーですよ、ほーいい音びっくりしたーパーン言っちゃった、今年もこれちょっと強めにいきますよ、なんかめでたい感じするしね、めでたい感じ、うん、まあ、よー
閉まりました。閉めないで、閉めないで、まだまだちょっと、まだまだちょっと話すから。大阪ちょっとあったりする。ボドゲで、まあ、遊び倒したいと思いますので、皆さんお楽しみにしていてください。はい。そして次回放送は2月2日火曜日の予定となっています。なんとシャープ2にしてゲストさんが来てくれそうなんですよ。深川セリアさん襲来という、あの実はね、私ご一緒したことあるんですけれども、あら確かに嵐を起こしてくださるような先輩です。嵐を呼ぶ、みんなうわーとか言うてるけど大丈夫ねえ、本当にすごく楽しみなので皆さんもお楽しみにしていてください、はい、とその前にこの後のランナーさん限定放送でお会いしましょう。またねー。